どうも杉浦太陽です。さあ僕はですね今湘南サニーサイドマリーナに来ております。僕自身はですね昔からもう子供の頃から釣りが好きでずっとやってきたんですけども、ついにマイボートを購入いたしました。その名も太陽丸でございます。これでねまあこの2年間ずっと太陽丸で海に出てきたんですけども、今回はちょっとねコラボでございます。ジャパンインターナショナルボートショー2022特別企画、杉浦太陽のマイボート DIY 来ました。さあ、ついに念願の太陽丸を DIY したいと思います。早速行きましょう。レッツ DIY。 というわけで早速 DIY していきたいと思いますが、しかし私船の DIY したことない。とても困りました。ということで今回は僕の先輩師匠を呼んでおります。東原さんお願いします。はーい東原さん帰ってきました。はい、くにちゃんでございます。よろしくお願いします。あのくにちゃんはですね太陽丸の前オーナーということで、船のことならもう何でも知っているということでね、今回頼りにして呼んでしまいました。もう長い付き合いですね。10年ぐらいじゃん。10年経ちますか。完全に家族ぐるみの付き合いで、このマリーナでバーベキューしたりとかね、一緒に釣り行ったりとか。去年も行ったんじゃないですか。去年行きましたよ。伊豆大島行きましたよね。伊豆大島行きました。私がでっかいマグロを釣り上げた釣り上げかけた釣り上げた太陽さんの動画見ていただければ、私が釣れてない動画がきっちり残ってますから、はい、ターチャンネルにね一緒に行った動画あるんですけども、本当にマグロのナブラと言いますか、そこにガー投げてヒットしてバラすという。船がねマグロに囲まれてるのに釣れないわよ、ね、あれね。まあその後カンパで釣りましたからね。そうそうそう、はい、まあ、一緒にいろんな魚を釣ってきた仲間でございます。はい、まあ、なんといっても僕師匠と呼んでますので、クニちゃんの船がすっごいかっこいいんですよ。私もね、はい、今回師匠って呼んでいただいてますけど、はい、私にも数々の大師匠がいっぱいいて、なるほど、すごいその船の海の楽しさっていうのをその先輩たちから教わってるんですよね。なるほど。それを一部を太陽さんに授けられたなっていうふうに思ってますから、代々受け継がれてるわけですね。大先輩だらけの業界ですからね。僕の船は AG21 ですけども、くにちゃんは？私は UF26 26フィート乗りやすいですよね。すごいね、柔らかいんだよね乗り味がですよね、うん、僕の太陽丸も羽はしますが快適に過ごしておりますので、ちょっとかっこよくしたくて今回サンシェードとあとデッキマットを取り付けたいなと思います、うん、はい、できますか？僕できます。そう、今回この企画がスタートするときに、まあ、そんな話になったでしょ、はい、その時に、まあ、その2つが出てきたので、今回その2つご用意させていただいております。お、もうだってデッキマット貼ってるじゃないですか。私はね、僕とは違う色なんだけども、はい、まあ、多分太陽さん好みの感じかなっていうところで楽しみ用意してますから。え、それって DIY ってできるんですか？できますよ。もうなんかこう業者に頼んでじゃないんですか？で、それが不安なんで今日はその DIY の方の師匠が呼びしてますから師匠がいらっしゃるんですねそれでは早速プロのお話を聞きに行きましょう。レッツ DIY。DIY のプロ浅山さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。浅山隆と申します。よろしくお願いします。浅山さんは DIY のプロということで、浅山さんは本当はね家具屋さん、家具屋さん、家具職人、家具職人なんです。家具ってやっぱ DIY のイメージあるんですけど、船バージョンも可能ということです、はい、浅山さんはご自身も船をお持ちになっていて、自分の船を DIY で始めて、お一気にここ数年でマリン業界に進出してます。なるほど。じゃあもうご自身の趣味からもう広がってきたってことですね。まあ、そうです。どんな DIY をされてるんですか？デッキの張り替えですとか、オーニングの施工とか、クッションの張り替えとか、一応全般をさせていただいております。家具のノウハウが船にも使えるんですね。使えます。クニちゃんの船も？そう、うちの船もお願いしたのは浅山さんだし、太陽丸も、太陽丸あります。去年の多分5月だよね、購入していただいた。であの時に本社で14歳ぐらいなんですよ。14歳ぐらいで、結構内装のソファーとかが入ってたりとかしてたんで、それの全部実は。そっか、僕のソファーもめっちゃ綺麗でしたもんね、当選席も。そう、木が結構腐ったりとかしてて、そう、あのソファーも、はい、もう買いました。ありがとうございます、はい、あ、そうですよ。じゃあまたまた今回太陽丸の DIY にお世話になるということで、だから今回が初めてじゃなくて、太陽丸としてはもうすでにご縁をいただいている方、ありがとうございます。僕でもできます？はい、全然大丈夫です。本当ですか？はい、今回僕がやるという企画なんですけども、手ほどきの方、はい、お願いします。家具の学校もやってますんで、問題ないです。助かります。太陽丸の方見てみましょうか。そう、実はね、やってもらうって言っても若干もう大きい面積のところやってあるんですよ、浅山先生の。僕まだ見てないんですよ。本当に見てないんですよね。本当に見てないです。あの、なんかついてるなっていうのは気づいてるんですけど、ホルダーがついてるんですよね。そう、あれ見えちゃってる。早く見たい早く見たい早速見に行きましょう。太陽丸ゴーゴーゴー行きましょう。
それでは太陽丸の仕上がり、うおー全然違う、何これめっちゃかっこいいやん。あ、操船席を全部やってくれてる、え、すごい。あ、なんかちょっとクッションっぽいですねこれ。そうなんです。なになにこれ。あ、もう寝れる、めちゃめちゃ座り心地いいんですけど、なんか全部がソファーになったような感じ。ずいぶん印象違うでしょ。全然違いますね。この黒と白のコントラストが最高にいいです。ありがとうございます。聞いていただいてよかったです。すごい、もう DIY されてました。いや、めっちゃ嬉しいわ。あ、そこから見た感じいいですね。この振り返ってみた感じが生まれ変わってカスタマイズするとやっぱ気持ちも変わりますね。これは、そう、それが今片方だけもうついてるんだけど。あ、それがついてるんですね。そうなんです。ロッドホルダー、そう、ロッドホルダー、ロッドホルダー、うん、これ、え、穴開けるんですか。そう、その4つのネジの穴を開けて、はい、その台座を今日はつけるところから。俺がやるんですか。やっていただこうかなと。マジですか。できます。これ穴の位置とか間違えたら大変なやつやん。これ、え、デッキはもう張ってますよね。大丈夫さん、見てください、白い部分が残っております。まだここを今日は挑戦していただこうと思います。うわ、確かにここ座る人多いですね。こういう感じでしょ。はい、これつぶつぶとか関係なくいけるんですか。はい、いけます。できますか。僕もちろんです。じゃあいよいよ始めましょうか。レッツ DIY。 それでは浅山さん、お願いします。はい、お願いします。道具紹介からですね。はい、今回のこのホルダーを取り付けますので、ボディに穴を開けるためにドリルが必要です。水締めで今回行くんですけども、はい、そのためにこのコーキングというもので、この穴のところをちょっと埋めないと水が入ってしまうんですね。浸水しちゃう。浸水、はい。穴を開けた後ですけども、本来であればこういったバックプレートを裏にかませるとより強度が増す。なるほど。今回の場所が2層になっていますので、このネジを使って止めていきます。もちろん水締めの時にはドライバーですね、はい、それがホームセンターで売ってるやつです。ホームセンターの船で使えるんだ。使えます。ホームセンターであるアイテムで DIY ができるということで、じゃあ僕ちょっとやります。ホルダーの穴がこちらに開いておりますので、これ剥がしていいですか。おお、ちょっと小さめの下の開けております。なるほどなるほど、はい、このサイズを間違えたら大変なことなんですね。そうですね、はい。まずこのコーキングをギューッと、今回ちょっと深めになってますね。長くずるっと入れていただいてよろしいですか。こう穴を入れて、はい、でギューッと絞り出して、お、なんか出てきた。どのぐらいいったいんですか。はい、もうそのままで入れます。はい、で隣の方も、で、その4箇所ですね。結構はみ出てます、ね、あ、いいです。ちょっと周りに飛び出した方がいいですね。逆にこれで浸水を防止すると。はい、そんなものでいいと思います。はい、はい、でこれを乗せていただいて。あ、ベースいらないですか。これは裏側に止めていくものなので、はい、このインスペクションカバーから手を突っ込んで入れるんですけども、これ本来何の穴なんですか。この点検口の穴になります。で私が手を突っ込んでみて確認いたします。あ、来てますね。裏にコーキングが来てるので慣らしていただいて、じゃあ早速次に取り付けになります。はい、じゃあこのドリル結構太いネジですので、これでゆっくりと回していくんですが、一気に回さずに軽くトントントンという感じで回していきます。じゃあまずちょっと穴に合わせていただいて、一箇所で、どちらか結構上から押さえるような感じで、で軽くトン、左手でこの頭をしっかり押さえていただいて、そこで一旦ストップします。はい、ネジのところにコーキングついてませんので、少しつけてもらってネジにもコーキング。ネジにもそうですね。大体1センチぐらい。あ、 OK です。もう入れちゃっていいですか。はい、完全に締めるのは最後になりますので。あ、うまいですね。それはそのままでいいです。はい、で次他のやつも同じように4。はい、わかりました。はい、おお、締めに打ち込んでるぜ。結構皆さん一気に回すとネジ穴潰れちゃうので、必ずちょっとずつです。はい、OK です。で、うわ、これが大事なんですね。こうやって他の DIY でもこういうの使うんですか。船関係は必ずコーキングが必要です。防水対策。防水で入ってますね。で、残り3本最初と同じぐらいのところまで行けば、最後まっすぐにはします。はい。で、最後これトルクを強くしますので、20番ぐらいで、これガガガッと行けば閉まった状態です。ガチッと。はい、ガチッと。行けます。これ残
凝ったところこれで拭いていただいて、もう完成です、はい、これでもうしっかり防水が、はい、これでもう防水効いてみます。すげえ、はい、これだけで防水が OK。 この場でこれ取り付けるだけで、これ穴のところだけ塞いでいれば、そこが穴開いていても水が流れることはありません。 OK、 もうこれで大丈夫ですね。はい、一生外さない。閉じたい時とか、あとあの角度の調整の時に。あ、なるほど。はい。もう完成です。ロッドホルダーがつきました。できました。おお。意外とこの初めの穴さえ場所を間違えなければ。プレートに合わせて穴を開けてもらえれば。なるほど。これ難しいことじゃないです。でちょっと細めの下穴を開けていただいてやると。っていう感じです。自分たちでできちゃうんですね。もう自分でできます。これはホールを立てて下のシェード。はい。なるほど。うわ、楽しみだな。浅田さん、はい、来ましたね、サンシェード持ってきました。うお、これを取り付けるわけだ。いただきます。はい、お願いします。はい、しっかりとして重たいね。これを取り付けるわけです。これポール刺すときにはここに溝がありまして、はい、溝が、はい、でこの中に横棒の溝があるんですね。ここにこう差し込んでちょっとくりくり回してスコッと入るところがあるんです。ここですね、はい、印があります。はい、ここ合わせるんですね。でここに黒い印があるので、だいたいこの方向でちょっとクリクリ回してスポッと入る。入った、入りました。これでもう抜けないよ。あ、伸びる伸びる。周りを取り付けていきます。はい、最初これ真ん中なんですけども、下から入れていただいて、もうこのスピーカー外そうかな。今度これの外側に関しては、はい、この向こう側になりますんで。わかりました。こう下から通していただいて。はい、はい、なるほどなるほど。でしっかりあのベルトを当てていただいてよろしいでしょうか。来た。これどうつけるんですか。このベルトを折っていただいて。そういうことですね。はい、はい、でサクッと入れてからここでしっかり止めます。先端に取り付けました、はい、からの伸ばして、おお、サンシェード取り付け完了です。できました。立派なのが立ちました。ありがとうございます。いいえ、お疲れ様でした。いや、本当ね、夏の釣り場とか暑すぎて結構家族でも行くんですけども、これがあることによって、はい、あっても日陰ができまして、これで子供たちも安心してね、はい、釣りもできますんで、女性でも日焼け防止に。いや、本当そうですね、うちの妻も喜ぶと思います。いや、本当にありがとうございました。本当に欲しかったんですよ。 DIY でつくんですね、サンシェード。さすが浅山さん。いいね、次はデキマットに。できようか。まだまだ終わりじゃございません。デキマット取り付けていきましょう。DIY 最高でしたね。まさかサンシェードが太陽丸につくとは、もう最高でございました。初心者の僕でもできたんでね、本当にあのいろんな方に知ってもらいたいです。ボートオーナーの方はもちろん、船や海が好きな方、そして DIY が好きな方はぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の DIY でお会いしましょう。バイバイ。今回取り付けるのはデッキマット。下取りを最初に行います。下取りない、はい、指で感じる。焦らず、手を切らず、はい、バリムズイン技術力が試されます。あ、座りやすいよ。